はい、どうもブライドチキン岩下です。本日もブロスターの動画撮っていきたいと思います。お久しぶりです。最近ですね、インフルエンザになってちょっとブロスターというかゲームやれてない状態だったので、ちょっとブロスターの動画上げれなかったんですが、久しぶりに上げていきたいと思います。やっと、トロフィー8000いきました。嬉しい。この1000ごとって嬉しいよね。5000の時もね、動画上げたんだけど、やっぱ5000とか6000、7000、8000、すごい嬉しい。このなんか、途中途中でなんか、7750とかで、コイン50個とかもらえてるけど、なんかここら辺とか全然嬉しくないけど、1000超えると、もうガラッと数字が変わるから、すごい嬉しいですね。はい。なんでね、まあ、8000記念、8000超えたということで、普段ね、どういう風にトロ上げをしてるのかっていう質問が結構多かったので、それについて、回答していきたいと思います。はい。で、普段ね、僕前5000体の時も言ったんですけど、基本的にエメラルドハントしかしてないです。他のモードをやるときは大体スタートークンが溜まってる時だけですね。それ以外はやってません。で、これなんだけど、もうやめた方がいいと思って、このエメラルドハント以外やらないみたいな尖り、これね、全くいらない。これなんでかっていうと、これ見てもらえばわかるんだけど、この500とかいってるやつ、ミタ、ジェシー、ポコ、ペニー、パム、ここら辺ってエメラルドハントでめちゃくちゃ活躍するキャラなんですよね。まあシリーもそうだけど、だからここら辺ばっか育って、見てこれ、ダリルとモーティス、ダリルとモーティス見て低い。あとはまあエリザベスとかブロックとかも低いですね、やっぱ。まあクロウもそうだけど、ちょっとね、ここら辺に偏りが出てくるんですよね。で、やっぱ今目指してるのが全キャラ500、全キャラトロフィー500を目指してて、そうなるとやっぱエメラルドハント以外もやんなくちゃいけなくなってくるんだよね。なんでね、そのエメラルドハントばっかやるっていうのは早急にやめた方がいいと思います。まあ僕が言うのもなんですけど、まああとは基本的にやっぱ変わってないのは3人でやることですね。僕は基本的にクラブメンバーとやってます。クラブ岩下と遊ぼうっていうクラブ作ってるんですけど、みんなでトロ上げしてて、あっという間に抜かされるっていうね。まあ、基本的にこの上の自分と同じぐらいのトロ隊の人たちとやってますね。そうじゃないと、やっぱパワー差みたいなのが出てきて勝率が下がってしまうので、まあその人がなんか群抜いてすごいパワーのキャラ持ってたりとかするしたら、まあその人と一緒にやるけど、基本的にはやっぱ自分のトロフィー隊と同じぐらいの人とやった方が勝率は高いです。で、2人とかの場合ね、3人揃わない2人とかの場合も結構多いんですけど、そういう場合はちょっとトロフィー帯を落として、まあ300あたりのやつをやってますね。300以下とか、あと350以下、まあ400以下は基本的に2人でもなんとかなりますね。450とか超えてくると、やっぱ3人いないときついなと思うことが多々あります。連携取れてないときついなと思うことが多々あります。で、2人の場合はまあそうやって300からまあ450体のトロフィーとかで、まあ結構ゴリ押し、まあプレイスキルっていうんですかね、まあゴリ押しでなんとかやってるんですけど、1人の場合はこういう風なモーティスとかダリルとかを練習する時間として使ってますね。まあ下がり幅も少ないしっていう感じで、一人でモーティスとかダリルとか扱うことが多いですね。で、これも結構多い質問なんですけど、ブロスタって課金ゲーなのかっていう話よくなるんですけど、僕は基本的にこれは課金ゲーではないと思ってます。てか、これが課金ゲーだったらもうスマホゲー全部課金ゲーになっちゃうなっていう感じはしますね。なんともうほんとプレイスキルでなんとかできるゲーム、直感的な操作でなんとかできるゲームなんで、まあ確かに敵が、僕こっちがパワー10 1匹もいなくて、敵がパワー10 3体とかだったら、おいおい課金ゲーじゃねえかって、まあスマホ投げたくなる気持ちもわかるんだけど、意外とね、敵がパワー10 3体でもなんとかできるっていう、それがブロスタだと
僕は思ってるんでね、あの課金ゲーではないですね。まあ課金すると成長早くなるし、そのキャラもたくさん増えて、まあトロフィーもどん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 上がっていくっていう、そのやっぱ課金してない人とかってトロフィー帯3000とかで止まったりとかあのすると思うんだけど、まあでもそれは時間をかければなんとかなることなんでね、うん、まあ僕は課金してるんで偉そうなことは言えないですけど、まあ課金ゲーではないです。課金ゲーっていうのは間違ってるとは思います。はい、ということでまあいろいろ話してきましたけどね、あの最後にね、あの8000トロフィー8000超えるとメガボックスが引けるんでね、これを引いてねちょっとレオンを当てたい、うん、まあこのメガボックス1個マジでかいからね、うん、頼む出てくれ、よし行こう、ほいよいしょ、コイン195、わイベチキだよ、いやイベチキ来たらもうないよ、ないよこれ。これさでもなんか引くときになんか残り何個、右下の残りのアイテム何個とかでもう新キャラ出てんの分かりますよみたいなこと言ってる人けど、あれマジなのか、ちょっとあの知ってる方コメント欄で教えてください。まあ、とりあえずこんな感じでねずっとガチャを引き続ける人生にはなってくると思うんですけど、ここからはねちょっといろいろとりあえず全キャラ500目指して頑張っていきたいと思いますので、あとツイッターの方でねフレンド募集してます、概要欄にツイッター貼ってるんでね、一緒にトロフィー上げしてくれる方結構夜中とかね少ないんですよ、クラブメンバーでインしてる人が。なんでねこのトロフィー帯で400とか400以上ぐらいからの人でフレンド探してる方ぜひ一緒にフレンドになって、まあちょっとの時間でもいいんでね一緒にやれたらありがたいと思っております。とりあえずお疲れ様でした。